イベントインフォメーション。熊本九龍島鍾乳洞の里祭り、5月12日日曜日に熊本県球磨村の久泉堂にて九龍島鍾乳洞の里祭りが行われます。ステージイベントでは熊本県八代市の私立高校修学館高校の雅太鼓で始まり、地元の保育園児たちによるダンス、八内ブラザーズによるパフォーマンスなど盛りだくさんの内容になっています。恋人の聖地1周年を記念し、愛の告白コンテストも開催。恋人の聖地とは自然に囲まれた場所、夜景の綺麗な場所などで選定されており、熊本県では全4カ所、久泉堂は去年選定された場所なんです。ゲストに熊本のシンガーソングライターのみかんを迎えてのスペシャルライブも行われます。さまざまな体験ができるワクワク体感ランドではヤマメのつかみ取り大会やケーナ作り体験、ラフティング体験などのアクティブな体験をすることもできるんだそうです。毎度好評のイノシシ肉が使われたイノシシの焼肉などのジビエ料理も食べることができるのはもちろん、ヤマメの塩焼きやスパイシーインドカレーなどのフードも充実していきます。また野菜や山菜の直売や農産加工品の販売なども行われるんだそうです。日時は令和元年5月12日日曜日、朝10時から午後3時まで、会場は久泉堂一帯で行われます。駐車場は久泉堂第二駐車場をご利用ください。駐車場からはシャトルバスの運行を行います。また雨天欠航となっておりますので、多少の雨であれば欠航いたします。ぜひお越しいただきたいと思います。アクセスは車でお越しの方は人吉インターチェンジより30分、国道219号線を経由していただいて八代方面に進んでいただいて30分です。八代インターからは国道3号線から国道219号線経由で人吉宮崎方面へ向かっていただいて約50分、足北インターチェンジからは県道27号線を人吉宮崎方面へ20分で久泉堂へたどり着くことができます。詳しいお問い合わせは球磨村森林組合久泉堂、電話0966-320080、0966-320080番、久泉堂で5月12日日曜日に行われる九龍島鍾乳洞の里祭り、ぜひ足をお運びください。